お疲れちゃんです。ラトです。今回はですね、メガライトを使ったデッキですね、を紹介したいと思います。で、こちらなんですけど、まあ、メガライトがまあ修正でちょっとまあ強くなったんで、まあこの前ね流行っていたメガライト、まあ、スケバレみたいなやつが、まあ、復活したって感じですね。で、まあ、アウトローも、まあ、すごい強いんで今それ枯渇枠的な感じで、まあありかなと思います。ということで、まあグラチュラですね、今8-0、もう負けたくないですね。よし。で、ちょうどさっきラバルと当たってちょうどボコボコにしてきたところなんで、結構ラバには余裕かなと思います。はい、ということで、とまあ基本的にメガライトは、まあ、カウンターから出す形なんで、それ以外では出したくないですね。なんで、まあゴブリンギャング出してカード回していきます。で、ザップっていうことは、このリガーコウモリが刺さるはず。ザップ構えて、お、押し、あー、そっちね、そっちか、なるほどね。これはもうこうする、よいしょ、アウトローで、まあ、エレビズとその公園をですね、しっかりターゲット取って、まあ、インドラで処理 OK からの、このスケバレをつけてカウンター。よし、もうこれが強い多分。しかも相手エレビズ今裂いた後なんで、で、これに、あー、やばい、これダックプリ忘れてた。で、このインドラが刺さるかな？刺さんないか。まあまあまあ、あー、で、相手エレウス裂いてくれたんで、これは。で、さっきザップも多分使ってたんで、これに、よいしょ、1体コウモリ、あー、やられた。ですけど、まあ、気にしない。はい。という感じで、まあ、こんな感じで攻めていきたいですね。相手が後ろからジャイトが展開してきたら、まあ、それに合わせて後ろからメガナイトとかでもいいかなって感じです。はい、よし、はい、ということで、まあ、それ以外は、まあ、なんとなくでやっていきます。はい、まあ、アウトロー出して、まあ、これはこれだけで美味しい、美味しい。で、まあ、することないんでスケバレも出してよいしょ。で、まあ、ここをしっかりインドラ出して、相手が、あれや、あいつ出してきたら、エレビズ出してきたらと思ったんですけど、出してこなかったんで、ここは美味しくいただきましょう。よいしょ。で、これエレビズ来るんと思ったんで、遅れて。よいしょ！これザップで。あー、やばい。待って、調子乗った。この防衛がしんどい。まだある。けど、あー、よかった。いや、ここは危ないですね。危ないですけど、ギャングがいい。で、これメガゴ入れたくないんで、スケバレで呼んどいて、あとはもう、これを繰り返してれば、今押してるんで、もう、ディガー削りで、なんとかなっちゃいそうですね。で、この辺の防衛が怖いですね。防衛が怖い。待って、やばい。やばい。インドラがターゲット取られるとやばいんで、これザップ今されて結構やばい、やばい、やばめーと耐える。よしよし。で、ここでディガー重ねてもいいんですけど、今すごいアド取られてるので、ここは重ねずに一回防衛に力を入れます。で、ここのインドラはやばい、やばい、あれが来る、エレビズ来てやばいんで、ここでスケバレ出してあげて、エレビズ対策ですね。オッケーオッケーオッケーいい感じ、いい感じ、いい感じ。さては、いい感じ。まだで、ここはもう多分この辺でエレイズ来るんで、後ろからギャング添えてみたいなね。で、ここでザップ使ったんでコウモリ添えてみたいなね、みたいな。後出しじゃんけんみたいな感じですね。よし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 。もう後出しの方が圧倒的に強いんで、まあまあまあルール違反ですけど、よし。でも、これはもうディガー削りで、ここでエレイズがなんか来るんで遅れてコウモリ、はい、後出しが強い。よいしょよいしょ。もう押しちゃってるんで、これはまああとディガーを殴ってあげればって感じで、よし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 、後出しじゃんけんみたいなもんですね。はい、ってことで負けるわけがないですね、後出ししてますから。はい、という9勝目。はい、強い。メガナイトありっすね。まあ、メガナイト唯一、なんだろうな、これがしんどい感じしますけど、結局インドラいますし、まあなんとかなります。このマッチングしないのがしんどい、マジしんどい。あ、
きます。ということで、はい、次。まあまあまあ。後ろからアウトロー、ヤングか。アウトロー、ん？後ろからアウトローセパか。ギャングか。申し訳ないです。咳がやばいです、最近。だんだん落ち着いてきてる。でここは、ギガーで五分五分壊してもいいですけど、ダメージ狙いでもいいですね。でも真ん中にコウモリ出して、これで五分五分削る形で。よいしょ。OK。おー、あー、相手はあれだ。でもこれにスケルトン入ってる、スケラですね。マジで。このスケラ多すぎ。多分。これで違ったらはずいよね。まあ待って待って。違う、俺スケバレ出した。スケバレを出した、俺は。なんか、違うやつが勝手に出しゃばったわ。もう、まあまあまあ。ここでもよくある。しょうがない。なんか、いろんな敵が来ますね、僕がクララはしてて。前は、音声コントロールとかも来ましたし、充電だったり。しんどい。相手が多い。はい。次。これはアウトローンの1体で処理して、もうこちら側をしっかり攻めていく。で、この左側ももったいないので、左側を攻めて、リ側も飛ばして、おいしょ、コウモリも出してあげて、おいしょ、もう相手これ困る、コウモリが強い、オッケー。で、まあ、右側のアウトローとアーチャーは無視で、これもエリゴ無視。相手ウッドポイズンのスケラーだと思うので、ちょっとウッドは出てるか、ポイズンはまだですけど。なんで、コウモリがすごい刺されますね。なんで、スケラーもし来た時に防衛しんどいかもしれないですけど、そこはスケラー来てコウモリでできるだけ防衛でやっぱポイズン相手を打ちたいと思うんで、その瞬間に一気に攻めてあげてポイズンを打たせないようにするのが大事ですね。守れないならその状況を作らないようにするのがいいですねと言いつつも、でも高校でそういう状況はできなかった。いや待って、ここメガネドが強い多分。よしで、ここはもうこれがスケバレ、あいや多分これが刺さる。これ、インドラ残りますよね、だって。で、メガライトが、ファイショー、あれ、で、これが飛べ、あー、飛ばんやんけ。マジで。もうちょい頑張れよ。もうちょい頑張れよ。で、これは、コウモリで防衛したい。で、これは後ろをメガライト。おいしょ、待って、やばい。待って、負けそうや。やばい。やだ、負けるの嫌い。多分みんなそう。よいしょ。で、これにしっかりコウモリも出したい。で、今相手ウッド使った。あるよ。で、これスケルトンが入り。はい、来たー。はい。今のが良かったですね。スケバレのギャングでウッド使わせてからのディガーでもう、GG でしたね。今何戦した？ 2000 か。ということで、もう一戦。調子いいわ。最近負けないっすわ。はい。で、マッチングない。そんなこと言ってたら次負けないんですよね。よいしょ。さあ、お待ちを。来ました。いきます。今、しょっぱなメガナイトはしませんで、インドラも大型用に取っておくんで、あとはまあディガーかギャングですね。おー、なるほど。相手が様子を見てきたので、僕も様子を見ます。で、相手がなんかしてきた。あー、でも相手ウッド使ったんですよね、今。なんで、スケバレで、こんな子にコウモリに襲いたい。なるほど。この遅れてディガー。遅れてディガー。これで、ベビドラが、あれ、わーいしょ、あー。今のはまあ相手がトルネード今なければめちゃくちゃ刺さってましたね。もうここはまあうまくアウトロード縦にして防衛します。よいしょ。でここでギャングにまあずっと使わせて、でここの攻めですね、もう一回ビビドラトルネ来るんで、それをうまーく、ディガーの位置を工夫して、あー、そう来たか。そう来たはしょうがない。なんで、キング起動されない位置に、今普通ディガー削りですね。よいしょ。多分相手、墓石ビビドラってなー。
ゴレだと思うけどな、なんか違うんだよな、雰囲気が。ゴレっぽい、ゴレっぽい、ゴレっぽいっすね。多分ゴレ。なるほど。なるほど。これは後ろからインドラサイトもいいかもしれないっすね。あー、来たー。やっぱりか。やっぱりか。結局か。ここはどうにかインドラでゴレを防衛したい。オッケー。逆サイが明確を処理してくれて優秀。オッケー。でこれポイズンでまあインドラちゃんやられるんですけど、まあしょうがないですね。ここでディガー使わせてからの、ディガーじゃないウッド。よいしょ。あーでこれでトルネーベビドラがずるい。もうずる。なんでこれあれっすね。一回メガナイトで右側攻めないといけない感じですね。よいしょ。インドラおいで。おいででもないや。いやー、でもな、しんどい。でもな、しんどい。一回ここ防衛っすね。一回ここはまだ落ち着いて防衛して。いやー、うまい！うまい！さてはやりよるな。でもここはもう攻めるしかないんで。ベビドラ、あれが厄介。あの、なんだ？名前が出てこない。ベビドラや。ですけど、お？まあ、1111111で、今、これ相手は多分焦ってるんで、僕もですけど、ここで一気に台下げて、ぴょーん！ジャンプ。このジャンプが強い。からのディガー、コロコロコロ、コロコロコロ。で、音がやばい。で、ここでザップ。ターゲットを変えてあげて、コウモリが刺さらん、おいしょーい！はい。よろしくと。いやー、なんでこりゃ。とりあえず、あれですね、大型にはインドラをできるだけ積んで、インドラ大活躍事件ですね。今、ポイズンウッドめっちゃ多いんで、まあそこに勝てたかなという感じです。ね、はい。よし。ということで、まあ、こんな感じです。はい、これマジで、このデッキは結構今環境的にも強いと思うので、枯渇にも全然勝てると思うので、まあ、しんどい部分はあるかもしれないですけど、まあ、ぜひ使ってみてください。はい、ということで、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。